い、デレックミュージックサービスの石本です。今日はですね、アコースティックギターのピックアップシステムのご紹介をしたいと思います。ご紹介するのはですね、こちらですね、マーチンのゴールドプラスというピックアップです。規格はね、このナチュラルワンというタイプで、いわゆるこの、トリプルオーナーボディを小さいタイプにね、こう、フィットするタイプですね。このピックアップシステムはマーチの中でも、グレードの高いピックアップシステムで、こう聞いた感じですね。一音一音もちろんこうピエゾタイプなんでクリアなんですけれども、輪郭がはっきりしていて、こう音にこう太さがあるというかね、腰のある、一音一音存在感のあるような感じの音色になっているんではないかと思いますですね。ですから、まあフィンガーピッキングであるとかですね、あるいはソロプレイ、単音でね、音を弾いたりなんかした時にもこう存在感のある音でね、弾いていただけるのではないかと思います。ではですね、ちょっと、このギター、ピックアップのね、もうちょっと大きな、画像をね、見ていただきたいと思います。はい、これが、ゴールドプラスのパッケージですね。こちらの部分ですね、これがピエゾピックアップのマイピックアップシステム の, センサーの部分になりますね。こちらが、プリアンプで、このビニールの袋に入っているのが電池ボックスの、袋ですね。じゃあちょっと中も開けてみましょう。はい、中身がこんな感じになってます。まずですね、これが、ピックアップシステムです。で、ブリッジの下にこれを、引きまして、その中からこの線ですね、配線をブリッジのボディの中へ穴をドリルで穴を開けて、線を抜き出しまして、で、こっちがエンドピンですね。この部分ですね、これがエンドピンを、外して、このエンドピンジャックですね、これが入るような穴を広げまして、これをセットすると。で、先ほどのこの部分ですね、これのお尻の部分がこの中に、配線されると。で、こちらの電池のスナップですね、これがボディのネック側の方に行きまして、こちら側が、電池の袋、それからこの裏の白い部分がですね、両面テープになってまして、そのマジックテープの部分をボディに貼り付ける形ですね。で、この電池ボックスの袋に電池を入れて、収納すると。で、線がこうボディの中にこう、はわせることになりますので、この、配線をボディ側面に留めるこうフックが3つ付属しております。内容物としては以上ですね。では、サウンドの方を聞いていただきましょう。はい、それではですね、早速音を聞いていただこうかと思いますけども、今回、取り付けたギターはですね、私個人のギターですけどもね、マーチンのトリプルオーですね、で、アコースティックピックアップ、ゴールドプラスをセットしました。で、アンプ、今回使うアンプはですね、フィッシュマンのアコースティック用の、アンプでございます。で、シールドで直でアンプにつないでおります。で、アンプの方のセッティングも何も足さず何も引かずということでですね、とりあえずトーンコントローラーは全部真ん中の棒にしてやりますね。で、ボリュームも少し上げてるというような感じですね。ではまず指弾きからですかね。
本日はどうもありがとうございました。